はい、どうも皆さんこんにちは、TKY チャンネルの翼です。今現在ね、4月5日の12時 PM お昼時ということで、ティム・ホートンで、スープと、パンを買ってランチを公園で撮ってます。今回はね、何話そうかなと思ってたんですけど公園、カナダのね、ちょっと公園について話せたらいいなと思います。まず最初にですね、僕はですね、カナダの公園がすごい好きです。日本の公園、僕都会に住んだことないので、東京だとか大阪だとかそういう大きい都市の公園のあり方っていうのを知らないんですけど、田舎の公園としか比べることができないので、ちょっと偏った意見になっちゃうかもしれないんですけど、どうですかね、皆さんなんか日本の公園のイメージはどんな感じですかね。僕のイメージ、僕の地元というかその田舎の公園のイメージになっちゃうんですけど、なんかちょっと子供を連れて遊びに行く場所みたいなイメージがあると思うんですよね。そもそもあんま大きくないしみたいな。公園とかで例えばこう、ね、一人でご飯食べてたりだとか読書してる人っていうのはあまり見ないのかなっていうのをすごい思うんですよね、日本の公園はね。でやっぱそういうのって結構居心地が悪いというか、なんか公園が公園本来のね、公園のあるべき姿として機能してないのかなとかすごい思うんですよね。で日本、そういった日本の公園と違って、カナダの公園って確かに小さい公園とかもあるんですけど、すごい居心地がいいんですよ。それもいろんな理由があると思うんですけど、やっぱ皆さんご存知の通り、カナダって、モザイクの、カナダのトロントはですね、モザイクの街って言われてるぐらい多文化なんですよね。韓国から来てたりだとか、中国、日本、あと中東、南米、もちろんあとカナダの人だとか、アフリカの人とかもちょこちょこいますね。ヨーロッパからも来てるしっていうのもあるのか、やっぱみんな自由に自分のしたいこと、自分のしたいようにこの公園を使って過ごしているイメージがすごいあります。なので僕のイメージなんですけど、カナダの公園は本当にカナダじゃないわ公園本来のあるべき姿としてすごい機能しているのかなと思って、そこが僕のすごい好きなところですね。あと自然がすごい豊かだし、あと、リスとかがね、トロントというかカナダはめちゃくちゃいるんですよ、そこら中に。さっきもね、後ろに何匹かちょこちょこ走ってたりしたんですけど、もうリス、ウサギ、あとスカンクとかはもう普通にいます。普通に共存してる感じですね。そうやってなんか動物とか自然が豊かっていうのもすごい好きなんですけど、僕の一番のやっぱポイントっていうのはやっぱ何ですかね、みんながしたいように自分のしたいことに時間を費やせる場所っていうのがすごい僕の大好きなポイントです。なんですかね、やっぱ日本でもさっきも言ったかもしれないんですけど、例えば一人でご飯食べてたりとか読書してたりだとか作業してると、やっぱちょっと人の目とか気になるとことかあると思うんですけど、カナダって全く気にならないんですよね。本当にいろんな人がいて、さっきも話した通り、その多文化、多人種がいるっていうのもそうなんですけど、普通に何ですかね、おのおの例えば寝そべってたりだとか、何も引かずにですよ、何も引かずに寝そべってたりだとか、一人で読書してたりだとか、ご飯食べてたりだとか、電話してたりだとか、友達とワイワイしてたりだとかっていう人がいっぱいいるんですよね。で中にはね、すごいなんていうんですか、楽器をすごい弾いてたりだとか、あと、ね、でっかい、ね、音楽の機材持ってきて音楽流してる人もいますし、でそれに対して別に嫌な目とかないんですよね。お互いがお互いをこう理解し合って、その人の人生だしっていうところもあると思うんですけど、その人がしたいようにみたいな、で嫌な顔をするよりはなんか、面白いな、あの人何やってるんだろうぐらいのあったかい目で見てるぐらいのとこなんですよね。中にはね、すごい、変わった人もいるんですけど、そこまで目立ちはしてないですね。なんかやってるなぐらいな。やっぱそうやってなんかお互いがお互いをこう、理解し合ってじゃないですけど、リスペクトですよね、し合って、こう共存している感じ、それがね、僕のすごいカナダの、
公園が好きな理由です。まあさっきも言ったんですけど、まあ、都会のね公園っていうのはあまり知らないんで偏っちゃってるかもしれないんですけどね、まあ日本でもそういう公園がいっぱいあればいいなと思います。日本にそういう公園があったらぜひ教えてほしいですね。それぐらいですかね。とりあえずカナダの公園はすごい居心地が良くて過ごしやすいですよっていう話です。でね、まあ、今僕もねこれからちょっとパソコン持ってきて、編集の作業、ね、ちょっと、なあなあにして伸ばし伸ばしにしちゃってたんで早くこれを終わらせ、今日中にねこれを終わらせたいなと思います。ではそれぐらいで、でまた次の動画で、ではバイバイ。